Number 10. なにこれ、校舎どこ行っちゃったの？起きるんだよ、何かやばいことは。Number 9. そんなでもいいからさ、ここいたいよ。ひなちゃんいいよな。 Number 8。 Number 7. グレイスフィールドハウスは親がいない子供たちが住むところ。いつまでもこの幸せが続いていく。 Number 6. 返しとればここまで行けずだ。盾、また盾か。来た。どこまでも卑怯で最低な連中だ。俺は望んでこの世界に来たわけじゃない。呼んだのはお前らだろ。見つけた空白の時間。一緒に覚えましょう。文字と魔法。それもそうですが、私と一緒にです。ご主人様はヒーローのことしてたりしない？ Number 5。 恋愛は告白した方が負けなのである。恋愛は好きになった方が負けなのである。Number 3. この選挙は投票制じゃない。一人一人の票はギャンブルでのみやり取りされる。私は生徒会長になるわ。失うものは高か知れてる。今回の生徒会長選挙、なめない方がいいわよ。百花王学園を取ることはこの国を取ること。面白いかキラリ。我々分家の者が右往左往するのを眺めるのはこの一族に食い荒らされようとしている。さあ選べ。こういうギャンブルがしたかった。さあ勝ってくれるわ。さあ Number 1。 2年1組影山茂雄くん、それではどうぞ。やっぱり高根さんのこと好きなんだ。そう、なんで知って。これで依頼も増えるだろ。またラブレターに騙されたのかよ。兄さんがあんなの相手にいちいち力を使わなくていいよ。要するにみんなの話題についていけてない。超能力程度で
そんなのあるわけないよ。That's it for today. Please like, subscribe, ring the bell, comment, and let me know what other types of videos you'd like to see from me in the future. Thanks for watching!